中路前輪友好協力条約は2001年7月16日中華人民共和国とロシア連邦の間で交わされた条約。友好期間は20年。江沢民とウラジーミル・プーチンが署名してから20周年となる2021年に習近平とプーチンが条約の延長を宣言した。条約は平和的関係と経済的関係並びに外交関係と 地理的関係に及んでいる。第9条は事実上の防衛協定であり、軍事的関係の強化が第7条と第16条に謳われている。第16条には、ロシアの軍事技術を中国に開示する旨が書かれている。また、環境技術や省エネルギー技術にも及んでいる。第13条では、国連安保理事会での協力も盛り込まれている。 台湾問題の扱いに関して、ロシアは奪うことができない中国の一部であり、国家と領土の統一を実現することに全面協力する旨も書かれている。ジャーナリストのケネス・ティマーマンは2001年に次のように分析している。という形で中国資本の取り入れを図っている。中国とロシアは1999年のコソボ紛争でアメリカ合衆国主導の北。 大西洋条約機構の軍事介入に反対し、第二次チェチェン紛争でも、ロシアを中国は支持して、欧米と対立を深めていた。また、条約を結ぶ1ヶ月に、中ロは共に国境が接する中央アジアも引き入れて、NATO に対抗する上海協力機構を設立していた。中ロ関係の信頼情勢強化は、双方が国境に、 軍事力を配備する負担を削減することにもつながる。ありがとうございます。